う。はい、続きですね。アックスのあのチャレンジやるんでね、まずこれからオッケーオッケー、一旦切るんで、うまかったみたいだな。あ、これでいい、これで切るんで、セムテックスキルが決まってもう一回やるから、あ、これこれか、一旦切ります。はい、試合終わったのでね、早速見てみますか。9だったので10だったらオッケーですね。はい、やりました。10回、はい、一旦切りたいと思います。ここにいるな。よし、これで一旦切るんで、今度セムテックス使うんで、セムテックスを投げる。よし、死んだ。一旦切るんで、今度は近接やるんでね。よしよし、やったやった、一旦切るんで。試合終わったので見てみましょうか。11になってたら OK ですね。はい、やった、11になってますね。はい、一旦切ります。はい、続きですね。今度最初10でやるんで、よし、これで一旦切ります。センサーマインを。はい、よし、決まった。 OKOK、
一旦切るんでね。次はセムテックスやるからさ。あ、死んだ。やって終わった。切ります。はい、試合終わったのでね、早速見てみましょうか。11から12になってたらいいんでね。はい、やりました。はい、一旦切ります。セムテックスでやるか。あ、一旦切ります。よし、一旦切ります。よしよし、やった。これ切るの終わったんでね、13になってたら OK ですね。あ、やった、13になってますね。はい、一旦切ります。一旦切ります。今度セムテックスでやってみようか。センテックスを使う。やっといて一旦切るんでね。ここでもう一回行ってみようか、近接を。はい、あれ上空に敵の偵察。やったぜ、一旦切るんでね。終わったのでね、早速見てみましょうか。14マッチになってたら OK なんでね。あ、やりました。あと1マッチで終わりますね。最後ニュークタウンではフルで取るんでね。はい、一旦切ります。はい、レオンです。今回は BOCW ニュークタウン24分の7ニュークジャック24分の7ハードポイントですね。今回はね、エリアマンのクラスのこのミラノ821サイスティームショットセンテックス ×2 トロフィーシステムのクロスで、あとデンジャークロスですね。で、あのアックスのあのチャレンジやっていくんでね、このこれで終わるんで、これ1マッチで、これね、 10と10、近接武器で爆弾それぞれで死なずに切るって、最初ね、勘違いされてる方もいると思うんですけど、これ3つ死なずに切ると思ってると思うんですよ、人もいると思うんですよ、トリプルキル。そうじゃないんでね、核武器で、あの、何だこれ、核武器で切るやって死ななければいいんですよ、とりあえずは。これで一応やるでしょ。今これもう少し生き延びたから大丈夫なんですよ。センテックスを投げる。やったやな、本当に。あれだな。これ投げよう、これ。センテックスを投げる。いないか。めっちゃなんだこいつら。セムテックスでしょ。連続でやってみようか。銃を最後にすればいいんですよ、一番簡単なやつは。いない方がいいな、この人俺バレるからさ。あ、向こうになってるのか。銃やろうか、近接にすればよかったな。あと近接だけなんで、最後だからやってみようか。ちょっと難しいんだよな、でも。あ、連続でやったよ俺。連続でやりましたよ。これでも反映されてるんでね、死なずに一応やってたんで。あれじゃないんですよ、あれ、ああやらないと反映されないと思ってる人もいると思うんだけど、そんなことないんですよ。こいつ強いのめっちゃ、なんだこれ。一応全員乗らないんだけどな。セムテックスを使う。ハード
ロングショットもあるからね。スナイパーだ。ドロギーシステムを使う。あーだな、スナイパーですか。キルスワンは動画やしでやるんで、あまりにも成績悪かったらカットするんですけど、セムテックスを使う。死なさい、死なんねえ。 RC2 行くか。俺死んでないのまだ。勝ってるんですけどね。レベルアップ。こっからよく来るからさ。こっから来るよ。何蹴ったのこいつら。こっか、上でやってみようかな。あ、後ろいるな。いないか。あ、これめっちゃ、これちょっと、勝ってる。成績が良くないな。キル数が悪いな。目標が変わった。ここにいねえか。終わったから行くよね。あ、いたか。スナイパーライフルも本当に。クソやろ、本当。上空に敵のキャバ刑事。セムテックスを使う。セムテックスを使う。どうしなった。あ、ちょっとキャバ刑が取れないみたいですね、ジルさんが。なんかちょっとかわいそうな感じがする。トロフィー、ここに敵いるな。19キロかまだちょっときついものがあるな。厳しいものがあるな。ガスマインが効いてるな。何やりにくいな、こいつ。なんだこいつら。大丈夫。向いたね。はい。あ、ここだ。スコアストリークは回らんな。上にいねえか。選択肢を投げる。あ、これいるでしょ。何やってんだあいつよ。目標かなんてねえよ。ハードポイントを失った。チームデスマッチやってねえ。あ、こいつはめっちゃ強くね。40以上やってるぞ一人。注意を失ったらめっちゃきついね、これ。ハードポイント占拠。センテックスを投げる。センテックス。ハードポイントを失ったぞ。ハードポイントを確保。カウンターで射撃が接近。ひたし戦術はでも面白いよ。全然キルできねえな。ハードポイント、セムテックスを投げる。セムテックスを使う。ハードポイントで強豪が起きている。やりすぎ。上行こう。25キル。あ、これまたいるか、こいつ。なんじゃ、同じとこいるな。わしは同じ場所にいるのか。あ、いないのか。
片付けなさい。センテクスを使う。センテクスを投げる。よし、セント良子。セントリート。後ろ。このセントリー破壊してる雲。やりづらいな、こいつ本当に。何なんだ。ああ、速攻で破壊してるってよ。ケアパケ。ハードポイント。敵の戦闘ヘリが接近。28キロかちょっと厳しいもんがあるな。40キロが生かしてるかな。セントリーが。またセントリー。ハードポイントを失った。セントリーオフか。やりづらいな本当に。トロフィー起きてえな。あ、砲撃。よし。危ない。セントリーよく、あれでしょ、片付けたでしょ。ふざけんな、ほんとに。ずっと持ってよ。殺してくれるわ、こいつら。なんだこいつら、欲しくねえか。変だろ、手榴弾なんかでも全然死ねないしよ。ハードポイントを確保。ハードポイントで強豪が起きている。シート入ってねえかこれ。選択肢を投げる。しこつきやったよ。あれだな。敵がハードポイントを。ここにいるな。ここにいるな。寝てろ。33キロかきついな。こっち行け。ハードポイントを失った。今のまあまあのプレイでしょ。いないな。マーコー無事こうやってね、投げる、こうやってやったんですよ。やったんですよ、マーコー。私マークが。マーコー無事も、YouTube チャンネル削除してるからさ。あんなにうまかったんだけど、いいプレイヤーだったんですけどね。逆襲や逆襲。連続キルは決まってるぜ。あ、ガスマインだ。危ない。危険だわ。あ、味方か。あらら。あと2キルで40キルなんですけど。いけるか。センテックスを投げる。センテックスを投げる。40いったな。入ってねえか。あらら、もう接戦だよ。でも面白い。セムテックスを投げる。よし、見えない。フラッシュきついね。40キロいったか。逆襲よ。あのスレッパーもずっとあそこにいるな。勝ったぜ。43キロ伸ばしたからいいでしょ。ジャッキー55キロ6敵これ、すごいな。60キロやってるよ。大したもんだ。チーターとか言ってたけどね。チーターではないよ。チーターはね、もっとキルやるからさ、100キルとか余裕でやるからさ。よし、これでチャレンジ終わってるね。あの、表示再起されないっすね、新武器が、あの、獲得しても。
結構これ簡単なんでね、ただ15マッチやらないといけないのがちょっと手間がかかるんですけど、これは連続でやるんだけど、まあ、少しずつやれば全然楽なんで、俺らでも早く終わらせたいんで、疲れてもいいからっていうことで、今ダブル XP だからね、めっちゃ上がるんじゃないかな。約1周はしてるね。レベル7上がった。あ、結構もうちょいであれですよ、ティア15でバトルパス、今14なりそうなんだけど、新しい、あ、やったぜ、アックス解除、43キル30です、プラス13、キル 1.43、獲得 XP 29,516 ですね。やったね、アックス解除にプラス 1000XP、 やったぜ。このクラスでね、銃、近接武器、爆弾、手榴弾、それぞれで死なずにキルを 15マッチ達成で、このバトルアックスを解除してみました。次これ使ってやるんで、試合初使用でやるんでね、あとスコアストリークはこういう構成ですね。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。